高木です。今ね、ルークのお家に遊びに来てます。イエーイ。今、翔鎮は日本なのでいません。というわけで、ルークに食レポをしてもらいましょう。今日はルークマミーが作っていただきましたお料理が並んでます。はい、こんにちは。ルークです。ルーキーです。あ、ルーキーです、失礼しました。ルーキーです。カットカット。あ、ルーキーです。ルーキーです。それでは、ルーキーに食レポをしてもらいましょう。これは何ですか？ビスケットにチーズを乗せるだけ。お味は？ほっぺたが美味しそうです。うまいね。うまいね。さあ、こちらは何でしょう？トマトサラダです。甘くて美味しい。甘くて美味しい。はい。ルーキーは左利きです。はい。今何飲んでんですか？赤ワインじゃないの？ワイン飲め。子供がワイン飲んじゃダメですよ。飲んでいいんですよ。本当は？ワインに似たダークグレープジュース。グレープジュースでした。お味はどうですか？美味しい。なんか肉もジューシー。肉って何ですか？あの、ね、チキン。ちょっと辛いけど美味しい。スパイシーチキン。そう、スパイシーチキン。あ、また辛くなった。お腹空いてますか？うん。今日何してたの？サーフィング。できました？はい。立てました？立てました。お、午前中はね、スクーター、あと自転車にも乗った。お勉強は？あ、今日してないな。今日は勉強してない。はい。お味はいかがですか？あ、もう美味しいです。もう クリームが。幸せ。あとブドウ。でかいんだよね。ほら。種なし。あ、ほら。大きさ。結構でかいの。普通のは多分こんぐらい。結構違う。甘い。で、ちょっとルッキーでした。バイバイ。またね。またね。アデュー。アデュー。です。まあ、僕の猫です。名前は何ですか？マイロです。かわいいでしょ。結構、今2歳半ぐらいかな。2歳半で。耳が、毛がすごいんだよ。